リナックスはリナックスディストリビューションの一つである。タイニーコアリナックスはダームスモールリナックスの開発者の一人であったロバートシングルディッカーが中心となって開発が進められている。HDD へインストールせずとも CD や USB メモリから起動が可能なライブディストリビューションである。開発リーダーのロバートはタイニーコアリナックスのプロジェクトにおいて より小さな Linux を作ることを標榜しており、Tiny Core Linux 自身は 11MB しかなく、デスクトップ向け Linux としては最も小さい部類に入る。一番大きいパッケージである Core Plus でも 106MB。バージョン4から Tiny Core Linux では、下記の種類で配布されている。容量はバージョン9のオリジナルによる ISO ファイルのサイズ。Core 1 1イト。 CUI 利用を想定している。タイニークは 16MB。GUI で動作する最小限のパッケージを備える。有線 LAN によるインターネット接続をサポートしている。高プラス 106MB。タイニークアに加えて無線 LAN によるインターネット接続、多数のウィンドウマネージャーを備える。最小構成、コアは最低 28MB のラムが必要。 タイニーコアを実行するには最低46メガバイトのラムが必要。最小 CPU はインテル486。推奨される設定、CPU は Pentium 2とラムは64メガバイトを推奨。タイニーコア Linux では起動の段階でシステムをメモリへ読み込み、終了の段階でファイルへ保存を行うフリューゲルを採用している。 これにより稼働中のディスクアクセスを少なくし、高速化を実現できるメリットがある。メモリが少ないマシンには、スワップ領域やスワップファイルを用いて、メモリの代用を行うことが可能になっている。初期状態では、アプリケーションは簡易なネットワーク機能、XWindow システムなど、必要最小限のものしか入っておらず、ウェブブラウザやワープロソフトなどは、一切入っていない。 そのようなアプリケーションは、各利用者がインターネットを通じ、Apps というパッケージ検索ブラウザを使って、パッケージファイルをダウンロードし、インストールするようになっている。インストールは、起動段階でメモリに読み込まれるアンブートと最初にパッケージを起動した際に、メモリへ読み込まれるアンドマンドがあり、この2種類を活用して、メモリの最適な利用を行うことができる。GUI 動作は、 タイニークアの場合、X ウィンドウシステムとして、独自のタイニー X ウィンドウマネージャーに FLWM を使っており、OS 自体のサイズの小ささと相まって、その動作も軽快なものとなっている。コープラスでは、ウィンドウマネージャーとして、JWM、アイスワーム、フラムバックス、ハケドバックス、オパンバックスも加わっている。非公式ながら日本語プロジェクトもいくつか存在している。 しかし、日本語版は、高プラスでどれも80メガバイト前後となっている。日本語によるサポートサイトも存在する。しかし、日本語版は4.5、2でアップデートが止まっている。公式な派生種として、タイニーコアリナックスから GUI を省き、CUI で動作するミクロコアリナックスがある。ミクロコアリナックスの容量は、タイニーコアリナックスよりさらに小さく。 6MB 前後である。AB Final Releases, Release u n n c e m e n t h and Change Log from Tiny. コアリナックスフォーラムハット http コロンスラッシュスラッシュダッリューダブリューダブウィン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 ウランウィ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 ンウンウィ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 ィ